これに触れれば安全な場所へ戻れるぞ。やはり夢の地ピノコニーには底知れぬ趣があるものだな。それにここで出会ったのも何かの縁。別れる前にお主の名を聞かせてほしい。なんと響きのいい名前だ。どうもバッド忍者さん。聞いてくれバッド忍者さん、拙者からの忠告だ。安全のためお主と仲間は早くこの夢の地から離れた方がいい。あれらの邪水が現れたのはすなわち大いなる災いの兆し、我ら任侠の宿敵がこの地を狙っているという証なのだ。その敵の名は無情無類にして無慈悲なお猿忍者さん。別れの時だな。さらばだ、また会おう。ここが出口みたい。早く行こう。昔々ある遠い世界に繁栄した都があったという。この都では代々一人の任侠が主となり統治してきた。世の人々はそこを忍びの都と呼んだ。任侠の庇護のもと、そこに住まう人々は皆平穏な暮らしを楽しみながら家業に励み、都全体が活気にあふれていた。忍びの都では下水道にさえも幸福の気配が満ちていたのだ。しかしお猿忍者という名の悪党が任侠を殺害、城主の座を簒奪し、それまでの幸福な暮らしは水泡のように消えていた。人道に入って間もない娘よ、お主の決意を認めよう。今日からお主は両蘭忍法を継ぐ者じゃ。はっ、ありがたき幸せ、心より感謝するマスターアクチャ。見よ、この陰に覆われた町、罪にまみれた土地、やがて苦難と憎悪を育み、同時に悲しみまでも育み、全ての希望を飲み込み渦巻く血類の大波。無情で無情、無類で無類、お猿忍者の聖者、邪術の産物、百姓は絶望、野放し邪水に苦しめられし世界、それらは天下の怒りに至り、お主が任侠の意志を継ぎ忍者の罪を清算してくれ、忍びの都の長き夜に終止符を打つのじゃ。お主の手で取り戻せ百姓たちの平和な暮らしを。さすがはマスタークチャ、なんと流暢な忍びマントラだろうか。ふむ、拙者は修行に励み、いつか必ず両蘭忍侠になってみせよう。お主のその覚悟に感服するぞ。だがお主には忍者と戦うために忍者としての名前が必要なのじゃ。では拙者は何と名乗れば。それはわしにもわからん。名前とは理想を乗せ、信念を刻み、運命を示すもの。お主だけの人号なのじゃ。だからこそお主自身で決めなければならない。
なんだかよくわからない夢だった。今度こそちゃんと折り紙大学に来られたかな。おーい、こっちこっち。すがすがしい気分です。なんで遅くなったの？もしかしてまた誰かとエディオンパークで遊んでた？猿、忍者。実際にピノコニーで起こったというよりも夢の泡の話に近いようだ。もしかしてあんたが言ってる猿ってあの子たちのこと？やっぱりバナーネモンキーのことだったんだね。教えてあげる。あの子たちは今折り紙大学で一番の人気キャラクターバナーネモンキーだよ。クロックボーイよりも流行ってるんだって。バナーネモンキーは怠けるのとバナナを食べるのが大好きで、バナーネの時でのんびり暮らしてるんだよ。それも時計屋が作ったアニメキャラクターなのか。いやいや、バナーネモンキーは最近現れたミー、なんだっけ、あ、ミームだよ。出どころはわかんないけど一瞬にしてブームになったんだって。ファンが自分たちにしか理解できないバナ語をまとめてたり、スタンプとか二次創作とかもたくさん作ったりしてるんだよ。二次創作で一番バズったのがバナーネの歌かな。バナナナナナバナナバナナ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 。あれ、聞いたことあるの？あんたも流行りをよくわかってんじゃん。そんな情報どこから仕入れてきたんだ？もちろん在校生グループチャットからだよ。入学する前にグループに入ってコネクションを作っておくのは常識でしょ。ちょっとくらい努力しないと入学してから友達できないよ。はい、二人もグループに入れておくからね。そろそろ時間だ。入学手続きをしに行くぞ。行こう行こう。バラ色のキャンパスライフがうちらを待ってるよ。そういえば、どうしてファミリーは夢の中に学校を作ったのかな。わざわざ宴の星に来てまで学校に行く人なんている？折り紙大学が創立されたのは夢開き時代だと言われている。創立者は当時のカタルス家の当主グラークスで、当初はドリームメーカーのトレーニング施設だったそうだ。後にアイリス家とルーサン家も管理陣に加わり、
学部はドリームメイク、ハーモニー、ベルスの3つに分かれ、宇宙に名を馳せる芸術教育機関となった。折り紙大学の校訓は鮮やかな夢、自由な理想というものだが、目の前の光景がそれを体現しているのかもしれない。学園祭の開会式まで少し時間がある。先にキャンパスを見学しよう。私も意外じゃないわね。
い行列ができているわよ。話があるなら早くしてくれ。カンパニーの先輩と会う約束があって急いでるんだ。
私も意外じゃないわね。
私には春っていうちゃんとした名前があるのよ。
どこでパーティーするんだ。
バナファンですか？え、バナファンだなんて。うちは最近バナーネモンキーにハマったばっかりだからまだまだだよ。隣にいるのっておもちゃなの？これクリエイターズフェアで買ったんですけど、すっごくリアルだと思いません？このモデルは特に人気みたいで、わざわざ買いに行っても手に入らないことがあるんだって店主さんが言ってました。バナバナバナ、本当に可愛い。なんだかうちも欲しくなってきちゃった。時間があったら見に行ってみたいな。バナナ、あ、可愛い。テレビの取材、不当な扱いどうして見過ごせるというのでしょうか。